皆さんこんにちは、アリョーナです。今日の動画のテーマは私が母国ロシアでムカついたことについてなんですけれども、この動画はですね、あくまでもですね、皆さんに笑ってほしい動画ですので、重い気持ちにならずにね、文化の違いなどにびっくりしてたくさん笑ってくださいね。で、今日話したいことは実はたくさんあります。たくさんってどれぐらいかというと7つもあるんですけど、では順番に話していきたいと思います。それでは1番目1番目はね、これは本当に文化の違いで非常に面白いんですけど、時間に緩い点で、今話したいのは時間に緩くてロシア人はたくさん遅刻するのよとかするんじゃなくて、違うところについて話したいと思います。はい、時間に緩いっていうのは、例えばですね、私が地元に来るとなんか美容室とかいろんなところに行ったりはするんですけど、大体行く人って小さい頃から知っている方が多いんですね。特に美容師さんとかはそうなんですけれども、で、例えばですね、2時の予約を取って2時に行くはずなのに、なんか12時半に電話かかって、ちょっとごめん、予定変わったから1時半に来ないかって言われて、でもこっちもこっちでもう予定たくさん立てていって、もう1時半に行くことがねできないんですよね。でも向こうも向こうで、いや私1時半しかもう空いてないので来てくださいみたいな、いやそれ急いでも来れませんよっつって、結局ね、なんか1時47分ぐらいに来たら怒られちゃって、だってそれ役の時間より早いし、向こうが向こうの都合で当日の12時くらいに電話して「ごめんやっぱ早く来て」って言われても予定あるから、それ組み直すことはできないんですよね。はい、なんかすごい小さいことですけど、もちろん相手が予定ちょっと変わりそうだからこの時間に来れないかって聞くこと自体は私は OK だと思います。でも相手が「ごめんなさい、もう私は予定組んでるので早く来ることはできません」言った時に怒るのはどうかなって思いますね。なんか少なくとも前日ぐらいに「ごめん、この時間ちょっと開かないかもしれないので早く来れないか」とか、でもう少し余裕を持って相談すればよかったのに、それがなかったから私がそれでも早く来たのになんか散々言われて、いや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 、これは一応私は正しいんだけどなって思って、はい、日本でもそのようなことってあったりしますか？私は日本では東京に住んでるので東京では想像できないんですけど、やっぱり幼なじみの両親のところに行くっていうこともないからね。はい、でも日本の地方だったらここと同じぐらいにあるんじゃないかなと思うんですけど、皆さんに同じような経験ってありませんか？それでは2つ目に行きます。2つ目はね、これ身体的距離がないところですね。これ多分日本人の皆さんは違和感を覚えるところなんじゃないかなと思うんですけど、具体例があります。本当にすごい細かいところだから別にそんな真面目に怒ったわけじゃないんですけど、その時にこの動画のテーマを思いついたんですよね。はい、私が、スーパーに入るところだったんですけど、でなんかね、で入り口のところで一瞬だけ立ち止まって、なんかバッグでなんか探さないといけなかったから、なんかバッグを開いて一瞬だけ立ち止まって、しかもなんか真ん中に立ったわけじゃなくて横にずれて、別に私がそこにいても入ることは可能だったんですけど、スーパーの職員さんがね、私の横を通るときに思いっきり私をこうやって押して入ったんですよね。いや、まず私に触るのはどうかなって思うし、こうやって強引に人をずらすのもどうだし、なんか一言かけて「ごめんなさい、通れないです」とかが普通じゃないですか。いや、なぜこんな強引に、しかも何も言わずに、しかも私のことを触るのってめっちゃ思って、はい、この動画のテーマが思いついたんですけど、日本だとこのようなことってあったりしますか？普通に知らない人が急になんか触るみたいな、はい、悪気はないんですけど、はい、ちょっと私はやっぱり日本のこの距離を少し保つことに慣れちゃったので、今ロシアでこのようなことが起きるとマジですかってやっぱり思っちゃうんですよね。はいそれでは3番目に行きます。3番目は電話詐欺の多さにびっくりしています。これは特に、ずっとロシアにいる自分のお母さんが多いんですけど、詐欺に当たったことはないです。ご安心ください。電話でいろいろかかるんですよね。なんか私たちは銀行ですって名乗ったりとか、あなたはなんか未払い金があるかとか、いろんなタイプの、詐欺はあるんですけど、その詐欺の多さにびっくりしてるんですよね。私はロシアに住んでいないので、自分のロシアの電話番号をどっかに載せることもないし、どこから流れてしまうか私もわかんないんですけど、なんでしょう、なんか通販とかそのようなところだったりするかもしれないんですよね。はい、私はロシアで自分の番号をどこか入力する頻度が非常に低いので、私はロシアに来て、2ヶ月過ごしても詐欺電話がかかったのが、5回未満ですかね。それめちゃめちゃ少ないんです。はい、少ないです。自分のお母さんはほぼ毎日のように変な電話がかかるんですよね。で、お母さんがブラックリスト作って、そこにみんなを追加してるんですけど、なんか毎日のように新しい電話番号かかって、しかも詐欺だけじゃなくて強引な広告、なんか歯科ですとか、うちの病院すごいいいから来てくださいなとか、自動音声が流れたりとか、はい、そのようなこと多くて、で詐欺自体も嫌なんですけど、もう何よりも嫌なのは、この国内でみんな電話番号が一体どれぐらい流れてるのっていうところが、私がムカつくポイントなんですよね。いや、もうちょっとね、個人情報守ろうねとかって思うんですよね。ただ日本の違いを言うと、ロシアで SIM カードね、電話番号を購入するのは非常に簡単で、1人が別に何十個でも持てるし、買うにもなんか10分ぐらいしかかからないんですよね。はい、だから悪用もできるし、電話番号だけでなんか人生決まるとかそんなこともないんですけど、一方日本だとやっぱり1人が大体1つか2つ個人用仕事用で、なんか何かのために特別に電話番号を追加で作ることは少ないんですけど。だから逆に言うと、ロシアで簡単に電話番号作り直すこともできるんですけど、もしもこの詐欺電話が多かったら、でもまた繰り返されるじゃないですか、新しい電話番号でだんだんとさ、はい、このようなことはね、ちょっとやめてほしいですよね。私は日本で詐欺電話一度もかかったことないから、ここ何年間で。こっちで2ヶ月で5回かかっちゃったから、どうかなってやっぱり思うんですよね。はい。ちなみにこの詐欺が非常に面白いので、今度は比較の動画もちょっと作りたいと思います。はい、それでは4つ目に行きます。4つ目はね、これはちょうど昨日この動画撮る1日前に起きたことなんですけど、めちゃめちゃムカつきました。私と一緒に友達もいたんですけど、男の子がねビビってた。こんな怖いあれを見たことね、僕も気をつけるわって言ってましたけど、はい、私はタクシーを呼びました。で、タクシーはアプリで呼ぶんですけど、アプリの中に自分の詳しい位置情報はあります。だから道のどっち側にお客さんが立ってるかっていうのは運転手さんにもちろん分かります。で、タクシーを呼んで、5分後ぐらいに来ましたよっていう連絡来たのに目の前にないんですよね。で、アプリで現在地を確認すると、タクシーの運転手がですね、私がこっち側にいたら道路の反対側にいて、しかも私からさらになんか 200m ぐらい離れてるところで、しかも私がいるところにはもう横断歩道がねないんですよね。はい、こっちにもこっちにも横断歩道がないですね。で、私が渡りないんですね。渡ろうとしてもなんか10分ぐらいの往復をしなくちゃいけないのに、タクシードライバーが反対側で私が行けないところに止まっていて、で連絡しても、いやだから今ハザードつけて止まってるし、あっちってね U ターンできないからこっちに来てください。で、私がいやいやいや、私はその場所に呼んでないので U ターンもできるし、ちゃんと呼ばれた場所に来てくださいねって言ったら、文句あるなら自分からキャンセルしてって言われて、私がはいさようならって言ってキャンセルしたところ、一応そのドライバーはもう来ましたって通知を発信したから、私から料金かかって、なんかタクシー料金の実際に合計で払わなきゃいけない額の3分の1ぐらいかかったんですよね。って思って、でキャンセルする時に理由かけるんですけど、私悪口で「いやこんなことされたのになんで払わなきゃいけないんだよ」っていう風にタメ語で書いて、で家に帰ったらもうそのタクシー会社に電話してクレームするわって思ったんですけど、だって時間のロスになったし、お金のロスにもなったし、こっちが正しいのになんかタクシードライバーが全然気にしてないみたいな。で、家に帰ってよし電話調べようと思ったら、ちょうど通知が来て、サポートサービスからごめんなさいって来ましたよね。ドライバーさんがやっぱり呼ばれた場所に来るのが仕事ですから、こんなことになってしまいごめんなさい、お金はもう返金しましたと。それでだいぶ落ち着いて、やっぱりサポートサービスはちゃんと働いてるし、ちゃんとねキャンセルの理由までちゃんと読んでて見てるからいいなって思ったんですけど、やっぱりドライバーさんはねもうちょっとしっかりしてほしいなと思いました。はい、昨日の私はすんごく激怒してました。では5番目に行きます。5番目は名前は言いませんけれども、とあるロシアの航空会社にムカつきました。LCC ですね。ちょっと安い航空会社なんですけど、私がその航空会社にちょっと確認したいことがあったんですよね。で、普通航空会社に確認したい時に航空会社に電話するのが普通ですよね。はい。で、普通ならば、ロシアとかだったら、大体の航空会社は無料の電話番号を使ってるんですよね。はい、その無料なのがホットラインみたいなところあって、最大手会社アイロフロットかなんかでしたら、お電話基本的に無料なんですね。はい。で、長く待っても長く喋ってもお金かからないんですよね。普通の電話料金でかかっても私は構わないですけど、今回、私が電話しなきゃいけない航空会社さんが、はい、電話の料金がかかるんですよね。普通だったらLCCって、食事とか荷物が有料だけど、これは電話も有料です。はい。で、いくらかというと、1分が60ルーブルぐらいなんですけど、普通ロシアで1分で、普通の料金っていうのは、2、3ルーブルとかですかね。要は、30、20倍ぐらいの料金を取って、お客さんからの電話を受け付けているわけなんですよね。もちろんメール経由で無料で連絡することもできるんですけど、それは多分1日では済まないから、はい、多分3日くらい返事待たないといけないようですので、緊急があれば電話ですよね。ちなみに待機する時間、電話に誰かが出るのを待つ時間もその料金がかかって、知っている人に聞いたら基本的にすぐにつながることはまずなくて、まずは待機の時間も払わなきゃいけない。その後、通話の時間も払わなきゃいけない。私がめちゃめちゃムカついて、もうあんな会社に絶対に電話しないわと思って、未だに電話していないです。はい。いや、びっくりですよね。LCC はね、いろいろ世界で使ったんですけど、ここまで悪質なようにお金を取るのはどうかなーってちょっとびっくりしています。では、6番目に行くんですけど、6番目は、これ保険ですね。具体的に車の保険です。はい。前の動画でもメンションしたことあるんですけど、私の両親の、親友が、ぶつけられたんですよね。信号で止まってる時に、しかも、列で2番目だったのに、酔っ払いさんがぶつかってきて、それで車の前の方がね、車は動くんですけど、ひどい傷がついて、で、普通ならば、それ保険会社がカバーしてくれるはずなのに、この、加害者の保険会社も、彼自身の保険会社もどっちもどっちで、いや、反対側の方、相手方の保険会社行けとかって言って、全然ね、もう何ヶ月経って、もうね、4ヶ月ぐらい経ってるんですけど、事故の時から。まだね、何も解決していなくて、もう日々日々ね、彼の表情が悲しくなってくるんですよね。はい。で、日本だったら、どっちの保険会社がこれをカバーするんですか？多分、相手方なんじゃないかな、この、加害者の、保険会社じゃないかなと思うんですけど、ロシアではどっちの会社も全然カバーしたくなくて言い訳ばっかり言って、はい、私の両親の親友、私の親友でもあるんですけど、すごく悲しませています。何のための保険なんだろうってちょっと思いますよね。では、今日の最後で、これ多分一番ムカついたかもしれない、もう長い間にわたってムカついてることの一つなんですけど、これ7番目ね、これ配達ね、もうね、日本の配達サービスの良さになれるとね、皆さんもう世界に行けません。私は自分のインスタでロシアの配達の文句を言ってたら、世界中に住む友達から、いやいやいや、ロシアってね、まだ全然マシなんだよ。どこどこはね、もっと大変なんだよ。もう全然だよっていうコメントが来たので、私改めて、日本の方は逆にすごいやっぱりいいんだって思ったんですけど、はい、順番に話します。私がロシアにいて、時々、やっぱり通販で物を飲むことあるんですけど、でその時はモスクワとかからね来るんですよね。はい、で、日本だったら基本的に配達日書かれたらその日に届くんですよね。はい、ロシアだったらそれはあくまでも目安だそうですね。まずそこからびっくりしました。私は小包が10個以上届いたんですけど、1個だけ特別に高い料金払った1個だけがちゃんと時間通りに来ました。はい、それ以外は全部ね、最低でも1日2日の遅れでしたね。しかもですね、追跡をするとね、誰も私に電話してない、誰も来てないのに、不在票入ってますよ的な情報を書いてあって、何も来てないのになんでそんな情報が出てんのって思うんですけど、はい、で確認したところ、あ、それはねごめんなさい、その日は配達員が足りなくて一応こんなステータスになってるけど、まあ、誰も来てないです、また別の日に設定しましょうかみたいなお姉さんが電話でね丁寧に話すんですけど、いやだったら最初からそのステータスにしないでよって、だって来たのに自分が電話聞こえてなかったのかなとかって、ね、思うし、はい、そんな感じなんですけど、今回はね本当は31日のどこか積みが2つありましたね。はい、ロシアってね自分でピックアップすることもできて、その方が早かったりすることもあるんですけど、まあ、今回私はちゃんと配達員が来る方を頼んでいて、で31日に小包みが2件来るはずでしたね。まあ0件ですね、来たのが。まあいいかって思って、でそれでじゃあ次いつ来るんだろうと確認しようとしたら、1日と2日はそもそも追跡のサービスすらやってません。公式ウェブは一応見れるけど何もサービスは使えない。あーって、3日を待って3日にコールセンターとかに電話しようとして、それも繋がらないし、でもやっと追跡の方は動いたから、私が自分のね小包の番号入れて調べたら、次の配達日がいつでしたか？はい、1月の12日でございます。12月30日から急に1月の12日にずれたんですよね。まあはい、年末年始だから、あとロシアのクリスマスもあるから、まあ、それ仕方ないだろうとは思ったんですけど、でもねそこまでずれるとはねショックでしょ。はい、私がでももうちょっと早く欲しいから、配達員から自分でピックアップする方に変えようと思って書いたんですね。で書いて翌日に1つの方から「この小包は届きましたのでピックアップしてくださいね」ってメッセージが来たんですよね、お知らせ通知がね。で私が行きました。そしたら「いやごめんなさい、これ来てないです、ここのピックアップポイントにはあなたの小包はないです」って言われて、はぁと思って、翌日にはもう1つの方もお知らせが来ました。はい、これももうピックアップできますので来てくださいねと。でもその日のその時間にはそもそもそこのピックアップポイントがねやってないです。もう閉まってる時間ですね。もうどういうことやねんって思って、めちゃむかつ電話して、もうこの日までに必ず受け取らなくちゃいけないんですよって言って、まあなんとかできそうで、今日またちょっと受け取ってみるんですけど、やっぱりねもうねこの届く日が全然守られていないっていうのはもうどういうことなんだろうって、ね、思うんですよね。でもやっぱり自分がそう感じるのは、まあ、日本の配達に誤されたからなんですよね。はい、なんかヨーロッパのいろんな国の話聞いてもさらに大変みたいですので、サポートサービスも電話されてないとかね。はい、だけどもうねこの2件だけじゃなくて、この前も何度も届かなかったりしてさ、ああもうって思いますよね、やっぱりそこについてはね。きっと皆さんもロシアでそんな経験があったらびっくりするんじゃないかなと思います。そしてはい、今日の動画はここまでになります。いっぱい喋りましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。多分この動画は皆さんにとって、まあ、ある種のカルチャーショックなんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあ、私たちはロシアでこのような暮らしを送っています。最後まで見てくださって本当にありがとうございました。ぜひ感想をコメントでシェアしてくださいね。そしてチャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。ではまた次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。